た。これでまたどんどん上がっていくのか。お、出てきたな。こいつじゃないか。ガブリン。カイリュー。誰？この人の。リリーちゃん。リリーちゃん。顔芸はいいから。リリーちゃんちょっと混乱のポーズどうなのそれ。大丈夫ちょっと。ビジュアル的に。大丈夫かな。リリーちゃん。お腹痛そう。なんかお腹痛そう。お腹冷えちゃったな。なんかガバスのこうベンチに座ってたおばさんな感じだったよ今ポーズが。大丈夫？上行ける。おお。やっぱねガブリンね。全体攻撃ちょっとやばかったな。かわいそうにジニーちゃん。ガブリンよりもあっちの旗本がやばかった。あ、34上がったな。おお、おいおい、湧いて出てくる。これはあご、あご強調したね今。魚とかイソギンチャクとか、そうだ、あれやろう。せっかくだしね。ビンビンビン。何吸い込むかな。おー、いいねいいね。あ、これでちょっとジニーちゃん踊ってくれたら最高だったのに。だってスノーブリザードやって、トルネード、ライトニング、ディスチャージ。レンジラーク。あ、これだけか。でも雷強かったのにって。ディスチャージやろう。ディスチャージ40か。これね、ゲー、フラモンだ。誰誰誰、自分クルトか。なんて優しい。リニちゃん、リニちゃんまた腹痛が。これはそっかそっかそっか。いや直したい。でも万能力8しかないか。あ、ここ。ちょっとごめんね、ジニーちゃんを直さないと。ごめんよごめんよ。よし。で、モリス君ちょっと何かして。天山、天山いけるね。行こう。天山。おお、随分アイーの時と違うな。かっこよさが。アイーの時なんかすごかったよね、声もね。水、水クルトの200、ヤシの葉、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 いいか。あ、だ君か。ガラバコは？おお、なんだこれ。なんて可愛い。何ですか？何さん？フナッシー。フナッシーじゃないよ。フナッシーじゃないわ。怖いかも、ちょっと乱れるかもね、こいつは。発光。あ、またか。そっち系？これは混乱系か、ちょっとな。そっか、もうね、ほんとジニーちゃん申し訳ないわ、なんかマジか。なんかパトローグにもさ、状態異常防ぐ装備とかあったらいいのにな。なんか完全に防ぐみたいなやつ。いや、なんとかいけるか。ここ怖い。一瞬で全滅する可能性があるね。で、倒した全部。大地の種、種か。種ですか。こっちもなんかあるけど、なんだ。あ、扉か。でも普通に扉だけか。扉ない。
じゃあまた上に上がろう。でももう折り返し地点過ぎた感じなのかな、もしかして。よし、で B さんに戻ってきたと。チラッチラチラ、ああやっぱね、緑のがね一番可愛いと思うんだよね、個人的に。緑とやっぱ前作に出てきた指揮者ですよね、ドンマエストロがね可愛いんで、ちょっとピンクっぽい色でさ可愛いと思うんだよね。ちょっとね上のヒレかわかんないけど、モヒカンっぽく見えるとこもねちょっと可愛いんですよ。モヒカン好きってわけじゃないけどね、可愛い可愛い可愛いわ。ちょっと口の感じとか、そう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 、可愛いんだよ。はい、すいません。先生か、あー痛そう。さてこれでしょ、これさマーマン捕まえて持ってってさ、魚料理出てきたらもう悲劇じゃない。やだわ。よしやったー、ゲット、マーマンゲットしました。で、宝箱がある、また。あれ、こっちじゃない。あれ。あ、またこいつか。機械系はいいんだよ。機械系はね。よし。ロストフィールド！お、ロストフィールド。強い強い強い、来るといいね。おじいちゃん、お腹大丈夫？よいしょ。でで、であれで、血は違ったか。あー今行くからね、今行くよ。よいしょよいしょ。もう特技ないのかな。おお、すごい。すごい、すごいぞ。君たちか。君たちはでも大丈夫だ。かわいい。セイントストーン！まあなんか大きさもかわいい。ちょっと小さめな感じも。いいね。30。打たれ弱いなぁ。あ、こっちが上に行けると。あとね。あ、また来てんだろうな。はい、はい、はい、はい。あ、まただ、またかな。どんだけ。あ、まあまあいる。まあまあ、倒さない。倒せよっていう。あ、空いてるここも。なんだろう。まあまあ部屋に。あ、鉱石。おー。2個入った、嬉しい。
すぎる。あの子手ブーンってやるの好きなんだよね、その催眠術やる。あ、いいねいいね。いや満足満足。また上に上がっていこう。お、よし。ジニちゃんがなかなか踊ってくれないな、これは。レベルが上がればもうちょっと発動してくれるんだろうか。それで B2 回。あ、あー追いかけっこする。こっちだよ、こっちだよ。よいしょ。あ、なんか色違うよ。ムーンゼリー。へえ、もう一回倒して。ボリスさんとママの遊んでくるよ。かわいいんだけどな、クラゲっぽいやつも。クールだ。しかしクルトがやっぱ魔力すごいな、めっちゃ強いな。属性値も高いからかな。これはやっぱりあれだよね、あれだよ、あれしよう。どっちでもいいから。ビン、どっち？あ、やっぱママンか。わかってるね。あ、聞いた。何このダブルアラビアン。どんな集団なの本当に。面白すぎるんだけど。いや、いいね、いいね、いいね。お、あれ、あれ、仕方されちゃった。あ、また、あー、倒さなきゃダメか。倒そう。これ可愛いよ。いや、リンにさ、もっといっぱい入ればいいのに、ほんとに。10匹くらい入ればいいんだよ。3匹とかさ、また往復しなきゃいけないじゃん。可愛いモンスター収集するとき。困っちゃう。あ、いや幸せすぎる、ここのマップ。どうしよう。もうすごい、110、ほんとないな。おー、あ、すごい、見た見た今の、ジャンプしてかわした。すごーい、もう作り込み。いいね、いいね。グネード、あ、回ってる回ってる。あー、かわいいかわいい。スノーマン、いやー、いいな、かわしたマーマンもいいな。幸せマップだ。ちなみにママはもう1種類出てくるので、ちょっとそれもね、楽しみにしてるんだよね。よいしょ。あ、いいね、いいね。そんな強くないのか。よし。お、お、君か。また上に行けて、ででで、で、あと1匹かな。あー、2匹が。お、出た3だ。これすごい。おじいちゃん、
あ、これで開いたかな。何くれるのかな。7 何なんすか。7ってなんすか。頼むよ。すごい期待してしまうんだけどさ、全員倒す、もうすべてのモンスターを倒せっていう扉だと7手マジか。で B1、 あ、マーマンだ。いやー、もう倒せないよ。いいね、なんか一緒にお散歩してる気分でこうね回れるのがいいな。マーマンだ。いや、幸せマップすぎる。いや、あれ、竜のだ。おお、お前はいい、お前はいい。解放しよう。お、これでコロモックと新ガミガミ魔王女の間の行き来が自由になった。おお、あ、ワープが使えるようになったかな、これで。あ、何これ、僕人気者もしかして。機械いらない。じゃあちょっとこいつを。いいね、この囲まれてる感じ。あ、ママ意外にね HP がやばいんだけどね。こいつとりあえず倒す。あ、おいー、ヒールダンス見てのして、兄ちゃん。やばいやばいやばい、踊って踊ってくれない、死んじゃうかな、また。え、ピエトロも HP やばかったの。あー、なんでママを。ヒールレイン、ヒールレイン、ヒールレイン。ジニーちゃん、スリープダンス以外もやって。強いな、やっぱり。オーバーヒート、旗本さん、シャドウ丸、この辺がやっぱ強いのか。同じぐらいのレベルなのかな、もしかして。いや、マジで弱いわ。なんかじゃあしよう。十文字切り。アイシングブルーン。27。うん、ピエトロちょっと回復して、ヒールレイン。よし。クーネヘッポコ。あ、ヘッポコ言わないで。しちゃったか。強っ。よし。あー、あ、なんだ。なんだ。あ、ワープがあそこに。よいしょよいしょ。あれ。違うな。おお。なんなんすか。どうしたらいいの。いやー、すごい可愛いんですけど。で、あ、こっちが入れるようになってる。で、近道か、これが。よいしょ。あれれ。あれれ。よいしょ。あ、ワープ先は人生相談親父の家です。親切なロボットより。家になっちゃった。職場が家に。あ、また来て、こっちに。よしよしよし、家か。あ、あ、小手口じゃん。え、もう終わりか。あ、これで
新神々魔王城のあそこに出てくると思うんだけど、まあ一回出ようかな、ちょっと。じゃあここに出てくるんだよね。なんかすごいとこにあるよね、入り口。はい、というわけで井戸が海底大回廊でした。ちょっと楽しかった、これどうしようってぐらい楽しかった。それでまたモンスターを倒してきます、私はこれから。はい、ガバスに戻ってきてます。海底大回廊のモンスター倒してきました。ここから、チョッキン、チョッキンからかな。チョッキンね、さんまさんに似てるやつと、まだ19とかか、あれほら倒しまして、かわいいやつだ、イソギンチャク。お、動かない自爆か、自爆してくるのか、かわいいわ、動かないんだ。で、あとタコ、タコ、タコ、タコさんね。なんかタコゾーンがあってさ、タコ界タコしか出てこなかった。炭でね、混乱が多かったね、本当に炭で混乱させてくるんだよね。まあ、ただこれの場合一人だけだから、なんとかね、大丈夫だったんですけど、とキラーフィッシュ、顔芸がすごいやつちょっとね、面白かったわはい、キラーフィッシュですね。この辺は向かってくるから、ほんと倒すのが楽でしたね。の、あと、鎧亀。うん。まあ、いつものやつ、跳ね返してくるやつ。ブーンつって。ってやつでした。それから、ガブリン。そうそうそう、ガブリンね。海流、海流、海流。これで、敵じゃない、味方全体が混乱になったりとか。したな。で、一回、ほんと全員混乱してしまって、まあ、クルトがね、全体魔法でね、攻撃するっていうね、味方を。まあ、ジニーちゃん逃げましたよね。まあ、また仲間にしておいたけど。いや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 、混乱が怖かった。ほんとに。こいつは嫌だったなぁ。はい。で、あ、次でいいな。で、フナッシー。フナッシーじゃない、フラッシー。いろんな汁とか出なかったし、ブシャーはしなかったんですけど、発酵、これも混乱のやつでちょっとね、めんどくさかったなって感じですかね。かわいい、うん、見た目がかわいい。で、次、マーマ、いやー、いいねー。なんかポポローグもこう、モンスター図鑑で待ってたら、こうわらわらモンスター出てくればよかったのに、図鑑から。あの木、あれすごい好きだったからさ、まあまあまあ、催眠術見れたしね、よかったですあ、そういえばなんか録画切ってから、あのモンスター倒してたじゃないですか。ただジニーちゃんがすごいなんか突然踊り始めて、なんかすごかったよ。催眠術まあまあまあやるわ、ジニーちゃんがスリープダンスやるわなんかすごかった時間がありましたはい。で、ムーンゼリー、似てるやつね、もかわいいね。なんかワイルドアームズのなんだっけ、あいつに似てるな、名前が出てこないけど、なんか似てる敵あったよね、技名が読めないやつ、あれ似てるかわいい。と、ミッキー違うよ、あっ、ネモネ、めっちゃ倒してんだけど、 91? あれこっちは動くんだ、イソギンチャク動かなかったのに。こいつね、いろんなとこにいるからさ、倒すわな。91とか捕らえるって何だったんだろう、わからなかった。はい。で、オーバーヒートですね。あ、そうそう、オーバーヒートするやつね、まんまハテナのハテナの鎧なんだろうね、わからない。と、あとそのね、そうそう、この辺ちょっとね、倒さなかったです。シャドウマルと、シャドウマル先輩と旗本さんは、まあ、ちょっと強くてまだ倒してないです。後々また倒そうかなと思ってます。よし。で、あ、そうそう、ここにいるんだよ、プールにいた子がさかわいそうじゃない、おじいさん、これ見てるしね本当に
あ、ジニちゃんの仲間。まあいや、今怒られちゃう、怒られちゃう。で、アイテムをちょっと鑑定しようと思って、ここまで来ました。はい、鑑定して。結構手に入れたよね。お、この薬系とかもそうか。聖なる種。おー。あ、呪いの種。おー、ほうほうほう。お？ちょっと下の方かな？瀬戸してないかな？お、あるあるある。あー、この辺この辺。魔法書、マジックレイズ。おー。ネックレスは？お、炎のネックレス。おー。献身の種ね。パワースラッシュ。で、以上かな。ほうほうほう。まあまあ、いつもの感じかな。多いなぁ。なんだろう。マジックレイズの魔法系をあげるやつと、ネックレスだからね、女性専用のやつか。さあ、パワースラッシュ。剣か斧。振りかぶって敵一体に切りかかる。うんふんふんふん。はい。と。モンスターを捕まえたので、グルメパレスに行こうかな。ちょっとね、一段階終わったらグルメパレスに行こうかなと思ってて、長くなっちゃうんだけどね。個人的にすごい好きなので、グルメパレス。ちょっとね、またやってるよって思った方、ちょっと飛ばしてください。クククって。はい。あ、はかどっているかな？そ、そのモンスターくれ。いや、くれないか、どうだ？いや、どうです？あ、いいね。マーマンこれいいね。じゃあまずアネモネさんから行こうか。アネモネさんはですね、和食か洋食か。さて、どうかな。あー、和食来ないね。じゃあちょっと誠司さんお願いしますね。さて、イソギンチャク料理がどうかな。イソギンチャクは洋食と相性いいのかな。やっぱ和食か。そういう問題じゃない。見入ってしまうわこれも。あー、またもうジニちゃん何かと思うわなこれ。この町何って思うよね。卵出てきた。何ができるかな。そう？うんうん。美味しそう見た目は。ジューシーなグラタン、いいね。美味しそうだよこれ。じゃあちょっと記憶のないボリスさんどうですか。ではボリスよ、もう存分ジューシーなグラタンを食したまえ。お、さすがボリスは、ジューシーなグラタンを上品に食べた。パクパク。おお、これは食べたことがあるぞ。よくある味だが懐かしい。あ、ちょっと褒めてくれてるね。まあ15回復か。そっか。はい、というわけで次が、お、マーマン行きましょう。はい、マーマンはですね、マーマンを美味しく食べるには、マーマン食べちゃダメだ。洋食か和食なんだ。中華はダメなんだね。さあさあさあ、あら洋食来ないな。出るかな。じゃあ和食行きましょう。
砂書き。絶対強いでしょ。いや鍋すごいからもうすでに皮皮なんだよこれ。ああ。ボリスさん、もう来るぞ、くん行こう。自慢だよピエトロ、これそんなに美味しくない回復の力が3アップした。おお、補助の力もういいんじゃない。さすがマーマン、ちょっと上がりましたね、ステータス。いいねいいねいいね。ベストな状態で料理したらすごいいいかもしれないですね。マーマンを料理するわけじゃない違う。じゃあマーマンノード行こう。マーマンノードは和食か中華か。お、これはじゃない。ちょっと同じになっちゃうけど、カブハチ行こう。飛ばすから。あ、できたみたい。何ができたんだろう。おー、料理人カブハチが作った今までにないまんじゅう。まんじゅうできたのまんじゅうって、さて、この自慢の一品誰が食するかね。というわけでちょっと試してみよう。ピエトロでベストの状態ですよこれ。いや、ピエトロよ、もう存分今までにないまんじゅうを食したまえどんなまんじゅうなんだろう。ピエトロは今までにないまんじゅうをゆっくり食べた。むさむさ。お、おいしい。え、でも HP5 回復。あ、出た、 HP の最大値が1アップ。 MP が5回復。おー、HP1 かでも上がったの。まあ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 、いいねいいね。おお、まあこうやってね、ステータスをどんどん上げていくことができるって感じですかね。超手間かかるけどね、まあ、モンスターによってね、その上がるあれが違うので、こいついいぜっていうのが見つかればそいつをどんどん捕まえてきて、かわいい、上げられるということですね、ステータスが。いつかまあまあ3色揃えたいな、だし。なんかいつまでも見てられる、ね、ジャンプしてるし。いや、これはやばい、これは。しかもちょっとさ、この遊ぶ道具があるのとか気になるんだけど、私。輪っかとかいいね。早くやろう早くやろう